お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。はい、レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は沖縄市三郷にあります産婦人科アイレディースクリニック提供のもと、お産の素晴らしさをお届けしていく番組です。この番組は宜野湾市急な普天宜野湾ヒルズ通り沿いにありますFM 宜野湾のスタジオから私、田辺幸がお送りしていきます。いつもの担当の能見あずささんは、産休のため代わりにお送りしております。あずささんは、予定日がもう今日あたりですので、ぜひ後でね、どうしてるのか電話してみたいと思います。最後までぜひお聞きください。またこの番組ではリスナーの皆様からのメールやコメントを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com こちらまでお寄せください。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。またサイマル放送もやっております。FM ギノワンのホームページから簡単に再生することができますので、よかったらそちらもお楽しみください。はい、レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は、アイレディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は3人のお産の瞬間を放送します。それではまず1人目、匿名希望さんです。女の子の出産シーンです。頑張って出産、赤ちゃんの姿を見て感動するママに心打たれます。赤ちゃんがなかなか泣けず、ママも頑張れと応援しています。院長先生のフォローもあり、無事に元気な泣き声を聞かせてくれました。コメントはママとパパです。それではお聞きください。Yes, yes. Hey, there, ライト似てるかな。プレア頑張れ。ずっと待ってたけどやっと会えたね。スピードさんだったけど頑張ってくれてありがとう。これからもよろしくね。プレア生まれてありがとうね。固まった。兄ちゃんだよって。クレアーしてクレアー、あ、言えた。
ライトだよ。バイバイ、明日じゃ。バイバイ。わかりました。はい、赤ちゃんがね、なかなか泣かなかったので、頑張れってママが言ったら、可愛い声で泣いてくれて、みんなね、ほっとして感動したでしょうね。はい、先生もね、温かい言葉かけておられましたね。はい、そしてお兄ちゃんの声ですかね。女の、妹ができてね、ちょっと照れてるような感じのね、呼びかけでしたね。可愛らしかったです。はい。ありがとうございました。おめでとうございます。続いて、二人目です。また、女の子の誕生のシーンです。赤ちゃんとママとの握手から始まります。可愛い泣き声が聞こえて、院長先生が、ムチムチだなぁとコメントしています。コメントはパパです。英語でのコメントですが、これからの生活を楽しみにしているようです。それではお聞きください。はい、拍手。拍手、拍手、拍手。拍手でもありがとうございます。55分です。2時55分です。おめでとうございます。むちむちだな。ありがとうございます。I'm very excited. I don't even know what to say right now. I'm just glad to help you and save you.で最後はい、匿名希望さんの女の子の出産シーンでした。可愛かったです。また泣き声がね、なんだろう、人形みたいな、いわゆる赤ちゃんの泣き声で、あんな感じのイメージ通りの泣き声でしたね。可愛かったです。先生もね、ムチムチだなって、なんか率直などんな、なんかね、結構玉のような赤ちゃんだったんですかね。はい、風景が想像できて面白かったです。お父さんもちょっと照れてる感じだったんですかね。冷静な感じにも聞こえましたけどもね。はい、おめでとうございます。さあ、続いては3人目。こちらも匿名希望さん、女の子の出産シーンです。院長先生やスタッフさんにサポートされながら頑張るママ。赤ちゃんと失礼しました。赤ちゃんと握手して、ママは喜びで言葉にできない様子です。パパが赤ちゃんに、はじめまして、と挨拶しているシーンにはほのぼのします。そしてママにもお疲れ様、よく頑張ったねと声をかけています。コメントはおばさんとおじいちゃんです。パパと、そしてパパとママです。家族の温かさがとても伝わってきます。それではお聞きください。力抜いてて、力抜いてて、どっちに旦那まだちょっとどっちか分からない。握手をしてから自分の赤ちゃん。握手、握手。おめでとうございます。30分ですね。19時30分。あ、おめでとうございます。パパもちょっと触っていい？はじめまして。来たね。頑張った。よくやった。じゃあお姉さんお願いします。生理おめでとう。これから頑張ってください。サーヤでした。はい、ありがとうございます。じゃあおじいちゃんもどうぞ。末娘、セイナ、おめでとう、うん、お母さんになったね。はい、じゃあこれ赤ちゃんにも何かありますか。
可愛いですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらにお願いします。あ、生まれてきてくれてありがとう、うん、これからいろいろあると思うけどよろしくね、うん、頑張ってパパやるから。あとは、うん、ママもねありがとうね、長い時間頑張ってくれて、うん、これから3人で一緒に頑張ろうね。はい、ありがとうございます。生まれてきてくれてありがとう。元気に成長してね。はい、ありがとうございます。はい、最初のね、出産シーンの直後、お母さんがね、なんか嬉し泣きですかね。ちょっともらい泣きしそうでした。なんか、泣いてるような、ちょっと、ね、叫んでいるような感じのね、声が聞こえてましたけども、感動しました。はい、それから、ね、頑張ったねって言って、旦那さんも、温かい言葉でしたね。それから、あとは、このおじいちゃんになったね、あの孫ができた、このお母さんのお父さんですよね。末娘にもね、子供ができたっていうね、なんか、あの子に子供ができたっていう、なんかそんな感じの感動が伝わってきましたね。うん、いろんな人に見守られてね、本当にあったかい出産シーンでしたね。ありがとうございました。おめでとうございます。今日はすべて匿名希望さんで、すべて女の子の出産シーンでした。ありがとうございました。ツイキャス来てますね。マシャさんおはようございます。大塚健二さん、すごい生まれる瞬間。ねえ、すごいですよね。こんな、いろんな人のね、赤ちゃんの生まれる瞬間なんて普通ね、聞くことないですからね。はい、すごいね、生々しいというかね、リアルなんですけど、本当に出産シーンを撮ってきていただいて、看護婦さんとかにね、放送しております。ムチムチだな、いいなって。ムチムチだなってね。どんなぐらいムチムチだったんだろう。ちょっとプニって触ってみたいね。生まれたよーって泣き声が聞こえる。ああね。そうそうそう。泣き声聞こえてましたよね。なんか感動しますよね。はい。ありがとうございます。そして、いみっちゃおじさんさん。おじいちゃんのコメントとてもいいですね。はい、私も思いました。娘が母になるってどんな気持ちだろう。ねえ。うちの娘も19歳。俺もいみっちゃおじいちゃんになる日も遠くはないかな。ああ、そうなんですか。そうですよね。19歳だし。ねえ、もうすぐ結婚したりとか。ねえ、そんな感じもあるんですかね。そうですよ。あのちっちゃかった女の子が、またお母さんになるってね。このお父さんの気持ち、どんなでしょう。ちょっとね、グッときますね。はい。今日もいい録音ありがとうございました。メッセージもありがとうございました。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニックでは、これからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は 797@fmginowan.com。このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りしています。それでは CM を挟んで、教えて北条先生のコーナーです。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るために、お母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。 This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City.
I hope you guys love our music. Our entertainment has begun. We do not know what is our life, nor our death, nor ourselves. Hello, everyone. Our email address is 797@fmgino1.com. Please send us an email. Thank you.はい、ということで、はい、北条先生インタビュー、赤ちゃんいらっしゃい。続いて教えて北条先生のコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの院長、北条秀志先生にお産についてお話を伺い、沖縄で活躍している女優上條美紀さんとの対談方式でインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。月に1回収録した内容を4回に分けて放送していきます。今回は子宮がんについてです。若い方に定期検診へ来てほしいという思い、早期発見の大切さ、そしてアイレディースクリニックで行っている高濃度ビタミン C やオゾン療法についてもお話しいただきました。それではお聞きください。で最後、はい、子宮頸がんですか、うん、子宮頸がんについてなんですけれども、うんうんうん、まあやっぱり今沖縄特に増えてると言われてね、やっぱりこれ龍大のあのね、あの青木教授とかね、がん専門だからさ、危機感やっぱりね覚えてね、子宮がん検診受けに行きましょう、受けに行きましょうってみんなに言ってるけどさ、うん、若い子は受けに来んもんね。そうですね。あ、ごめん、博多弁出てしまったけどそうですね、うん、ね、だって僕は本当か、あの、まあ、聞いた情報ね、アメリカじゃね、20歳になったらもう9割方みんな受けてるっていうね、やっぱね、あの早期発見というのはやっぱ不正出血ね、あの性交後の出血、織物がなんか異様に多いとかね、そんな何でもいいから、なんとなく婦人科系であったらもう来てね、うん、そんなね、もう自分の命だから恥ずかしいとか言ってる場合じゃないってね、やっぱり自分の命のためだからね、うん、あの早期に発見すればね、子宮を取ら摘出せずにね、うん、あの子供将来授かることもできるしね、うん、子宮の入り口にね、ちょっと早期がんであればね、うん、子宮の入り口をちょっと削ったりする、そういうね、あの手術で要は赤ちゃんを将来授かることもできる。でも進行していけばね、やっぱり子宮を全部取らないとお母さんの命にね、あの、うん、守れないという時はやっぱり手術をせざるを得ない。そうなったらね、うん、やっぱりね、あの僕だ男だからねできないんだけども、やっぱり女性としてね、やっぱり赤ちゃんを授かることのできるその能力をさね、うん、あの手放してしまうのはもったいないからね、うんうん、だからもう二十歳になったら病院行ってがん検診受けてってね、本当にね、うん、このアイレディスクリニックでですね、うん、このオゾン療法っていうんですか、うんうんうん、と高濃度ビタミン C をやってるって聞いたんですけれど、そうですね、もともとオゾン療法始めたのは、あの不妊治療に、ね、応用するためにね、やってるんだけども、この高濃度ビタミン C、ね、うん、これはあのそう一人ね、あのおばあちゃんだけどもね、あの要は、そのがんがね、まあ、子宮頸がんじゃないけどね、あの、うん、他のがんが、なかなか縮小しないから、うん、わらをもつかむ思いでうちに来てくれてね、結構あの濃度の高い高濃度ビタミン C の点滴を週1回ぐらいずっと受けていってね、で3ヶ月ぐらいかな確か受けてくれて、でその後、自分の病院戻ったらね、このがんが縮小したっていうね、まあ論理はまあ医学的ないろいろ説明したらもう難しいから僕もここではあれだけれどもね、あのそういう効果もあるし、もちろんね疲れも取ってくれるけれどもね、あの濃度を高くする、より高い濃度でいくとそういうがん細胞をね、あの少し、やっつけてくれる作用もあるみたいだからね、うん、このビタミンっていうので、うん、てっきり美容かと思ってたんですよ。あ、なるほどね、普通のビタミン C の比べたら何百倍の濃度だから、あ、だからこれも保存料一切入ってない、アメリカから直輸入しなくちゃいけないからね、あの通常のビタミンとはもう訳が違う。
そうなんですね、が、うん、癌細胞まであれするって言ったらすごいですね、うん、そうですね、うん、オゾンっていうのは何ですか。オゾンっていうのはですね、はい、オゾンっていうのはオゾン層って地球の周りにあるんですよね、はいはいはい、オゾンっていうのは殺菌作用が強いけれども、あまりにも強すぎるとこの体に毒になるけど、少量オゾンをね自分 の、 血液に混ぜてあげることによって酸素を取り込む力がぐんと増すのね。要はマラソン、僕は例えばいつもマラソン選手が試合前にはすごい高山、高い山走って酸素薄いとこ走ってトレーニングするでしょ、で試合になったら降りてきたらめっちゃ体が軽いのね。それは酸素を取り込む力がすごく増してね、持久力が休まる。それと同じやり方でね、オゾンを1回体に入れてあげる、少し少量ね。ドイツではもう何千万人、何百万人やったかな、もう一般的にこうこのオゾン療法でやってる。まあ日本じゃね、まあそんなにないけど、沖縄でやってるのは うちと南部にあるあるクリニックさんね、らしい、2つだけらしいけどね。だから疲れた時にどうぞ来てください。ありがとうございます。うん、お題はいただきます。わかります、わかります。やってみたいね、うん、この高濃度ビタミン C もなきゃそうだなと思って、うん、あ、そうなんですね。ぜひ、はい、ぜひこれ興味ある方多いと思いますので、うん、ホームページなんか見たらわかるんですかね。そうですね、ホームページにも載せて、まあ、病院来てパンフレットいただいて、ね、お配りしてますからね、はい、ぜひ来てもらってください。わかりました、はい、なんかすごい興味深い内容でした、うん、私どうもありがとうございました。はいはい、定期検診のね大事さが伝わってきました。本当に恥ずかしいとか命の問題なので恥ずかしがってる場合じゃなくて定期検診行った方がいいですよっていうお話ね、印象に残りました。はい、それではメッセージ来てます。初めて聞きましたということで、ガオーママさんから、とても出産のシーンがリアルで自分のことを思い出して思わず目頭が熱くなりました。私は2人の子持ちですがママのコメントが感動しますということで、ありがとうございます。スタッフさんもあの病院の先生も頑張ってくださいということで来てます。ありがとうございました。それでは最後にちょっと時間がないんですけども、いつも担当している産休中のアズアズに電話してみたいと思います。もしもし、あ、アズサさんですか。はい、おはようございます。おはようございます。ってことは生まれてないです。生まれてないですか。予定日は今日です。はい、今日ですか。はい、どうなんでしょうか。いやー、先週1週間、本当生まれそうな兆候が、はい、お腹が張ったりとか、はい、あったんですけど、今週に入ってまた落ち着いちゃって、そうなんですよ。先週、産婦人科に検診に行ったら、うん、はい、もしかしたら7月にまたがることもあり得るかもしれない。そんなにですか。はあ、うん、なんか、予定日過ぎるのは結構普通だから、はいはいはい、まだ今お腹の子が2700ちょっとぐらい、へー、3000行ってないから、はい、まあ普通に過ぎることも、頭に入れといてね、みたいな感じです。え、じゃあ、なんか落ち着いたってことは、お腹もなんかこう、ちょっと下がっ、先週は下がってきてるって言ってたじゃないですか。うんうんうん。それもなんか。下がってきてはいるけど、うん、先週はお腹の子が縦になって、はい、なんか骨盤にはまってるような感覚があったのが、はいはいはい、下がってはいるけど、今までの定位置にまたなんかこう横に戻って、居心地良さそうにしてるような感覚が、あったから、そうそう。あ、じゃあ赤ちゃん、あれかな、うん、ちょっとやっぱもうちょっといとこうかなみたいな気が変わったんですかね。そう、そんな感じ。で、先週の20日が満月だったみたいなんですけど、その辺が一番ざわざわしてたんだけど、生まれなかったねって言われて、次はなんか7月1日が新月らしくて。はいはいはい。やっぱりなんかそういうのは関係あるみたいで、産婦人科の先生に、まあ、41週ぐらいだから、うん、その日ぐらいまでかかったり、その日になったりすることもあり得るよって。いう話。じゃあ結構今は落ち着いてる感じですね。落ち着いてます。いや、生まれてる予定だったんですけどね。うんうんうん、ドキドキしながら電話したんですけど、そっか。そうですよ。わかりました。じゃあ楽しみが。重たいです。まあまあ、先に伸ばして、待ち遠しいということで、うん。そうですね。楽しみが伸びましたね。うん、はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。気をつけて、また過ごしてくださいね。はい、また来週楽しみにしてます。はい。じゃあ、また来週。はい。じゃあ、また来週。はい。あずあず、ありがとう。はい。バイバイ。
まだだったんですね。皆さんドキドキしましたけどね。あ、DJ マサさん、ヤギ汁食べようとかね、ハッチホーミーさん、アズアズだって、アズアズのね、元気な声がまた聞けました。赤ちゃんはまだということでしたよ。アイミチアウさんもアズアズ、アズアズおはよう、元気そうでよかった。元気な赤ちゃんを産んでねって来てます。ねえ、またこれ、来週もドキドキですね。青塚さんも放送中に産休のアズアズさんの生電話で生まれたらすごいなって。ね、今生まれるみたいなね。それはないかなと思いますけど、またね、順調にいってほしいですね。はい、ありがとうございました。それではアイレディースクリニック提供赤ちゃんいらっしゃいをお届けしました。担当渡辺由紀でした。メールツイキャスありがとうございました。また来週。